お待たせ。福岡ソフトバンクホークス対福岡。そして打席には山川が入っています。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかり引っ張った。ヒットになりました。チャンスを広げていきます。2アウトランナー3塁1塁。バッターボックス山田、まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。変化球を見極めます。次が2球目。打ちました。センターへ打球伸びる。さあバックホームするか。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。ホークス1点追加します。犠牲フライを決めてきました。6対0。9番バッター岩村、前の打席ではフォアボールを選んでいます。ヒットでランナーを一塁に置いています。インコースへの変化球ストライクです。ノーボール2ストライクです。低めボール、ボールになります。引っ張った。一塁線落ちてフェア。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ホークスピンチになりました。ワンアウト。ソフトバンク打ちに打ちました。大量